こんにちは、島津製作所の平松です今日は光反応評価装置ライトウェイについてご紹介したいと思いますどうぞよろしくお願いしますこの装置は光反応量子収率を測定するための装置で特に人工光合成の分野で利用価値が高いと考えています人工光合成は実現させるために光職場の効率を上げることが重要な課題になっており 反応の量子周率とはままさにここののの効率率とを表しています反応の量子収率は非常に簡単な式で表されますサンプルが吸収した光の数に対して生成された分子の数がどれだけかという式です例えばサンプルが光反応によって水素を発生させる場合1つの光によって1つの分解が生じると最も効率が高いと言えます 今回発売されるライトウェイはこの光触媒の効率反応の量子収率を測るための装置でこの装置によって測定中にサンプルが吸収した光子数が得られます反応の量子収率の既存の測定方法は化学光量計という試薬を用いて試料を冷気させる照射光の光量を測定した後実サンプルの測定を行うというものです 化学考量計は測定のたびに調整する必要があり研究者はこの測定に合計で12時間程度束縛されてきましたしかしライトウェイは化学考量計が不要また測定中前後の作業は全て自動化されておりお客様が吸収口指数を得るための作業はわずか10分足らずにまで削減できます 続いてライトウェイの構造についてご説明しますライトウェイは装置手前の分光光度計部分と装置後ろの照射光源部分に分けることができます分光光度計の部分はキセノンフラッシュランプとフォトダイオードアレを有していて250ナノメートルから800ナノメートルのスペクトルを一瞬で取得できます照射光源は LED で中心波長はお客様が選択できます この装置を用いて、吸収光子数がどのように算出されているかを説明します。算出に必要な関数は、照射光エネルギー、照射光の波長におけるサンプルの吸収率、照射光の波長における光子のエネルギーです。照射エネルギーにサンプルの吸収率をかけることで、サンプルがどれだけのエネルギーを吸収したかが分かり、それを 1>, 子1個のエネルギーで割ることで全吸収光子数が算出できます続いてサンプルを設置して吸収率を測定しますスペクトル測定用の光源はキセノンフラッシュランプですがこれは LED 照射光とは垂直方向に設置されていて LED の影響がなく吸収率の測定が可能になっています つまりライトウェイが吸収光子数を求められるその理由は照射光源のエネルギーを測定できるそしてサンプルの吸収率を測定できるこの2つの測定が可能であるためです最終的に量子収率を求めるためには生成された分子の数を求める必要があります生成されたものが気体であれば GC 液体であれば LC や分光光度計を用いて測定することが可能です もう一つの特筆すべき機能として高速反応追跡ができるということが挙げられます光反応中にサンプルのスペクトルが刻一刻と変動するとき測定間隔が長いとその急行度の変化を正しく捉えることができません測定間隔が短いことで吸収光子数の光量算出がより正しくできますまた測定間隔が短いことで これまで観測できなかったスペクトル変化が確認でき反応の中間体の発見につながる可能性があります以上光反応評価装置ライトウェイについてご紹介させていただきました今回の紹介では人工光合成に特化してお話ししてまいりましたがライトウェイは反応の陽子周率を必要とする光科学の分野 例えば、フォトレドックスやフォトクロミズムといった分野でも有用であると考えています。お客様のご研究・ご開発の一助になれば幸いです。本日はご清聴ありがとうございました。